南極海峡は南極半島北東端とジョインビル諸島との間にある海峡。地名は海峡を最初に通過したアンタークティック号の鮮明にちなむ。英語名称をナテン記したアンタークティックサウンドの名称が使われることもある。南極半島地図南極半島グレアムランドの北東端とその沖合にあるジョインビル諸島との間に位置する海峡。長さは 約4 8トル、幅は11から1 9トル。北西にブランズフィールド海峡、南東にウェッテル海を結ぶ。海峡に面したトリニテ半島にはホープ湾がある。ホープ湾にはアルゼンチンのエスペランサ基地やウルグアイのイケアなどの観測基地が置かれている。南極半島の先端部、ジョインビル島などのジョインビル島との間の海峡が南極海峡。 映画、ホープワン。アンタークティック号この海峡は1902年、オットー・ノルデンシェルド率いるスウェーデン南極探検隊によって同体検隊に属していた船、アンタークティック号にちなんで名付けられた。カール・アントン・ラーセンが船長を務めていた、アンタークティック号は、この海峡を初めて航行した船であった。ありがとうございます。